負けました。最後じゃあ座ってください。それではですね、順位の発表をします。まず優勝チーム恭平、準優勝 SFC さん、で、第5位スカイリーグの優勝だって、で、優勝チーム、ちょっとですね、今あの商品をですね代表が持って帰ってしまったので、あの帰ってきたらすぐ渡します。優勝がですね、ユニフォーム5枚と、準優勝がボール1つで、5位がソックス6個、フッタサルソックスってこんな感じのソックス6枚のセーサーに行ってました。確か、あの人は分からないで、次ですね、頑張った賞頑張った賞がババブ、あとでお菓子食べますよ。で、次ですね、 MVP 男女とも1人ずつ発表します。まず男性 MVP タイガさん。マジでやったー商品はまた後で。こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。で、女性部門、MVP。はるちゃん。はい、順位発表以上です。マリタの人マリタだもんね。いや、マリタは俺が大会これで、本日以上になります。で、この後ですねバーベキューがあるんですけれども、この後バーベキューですね、もし時間ある人はもうどんどん参加していただいて大丈夫なんで、ポカジュニアーズさんのチームとが主催でやってくださるので、後ほどお金とかも回収します。参加する人は残ってくださいぜひ。で、マリサ、この S リンクですね、これから、少しずつちゃんと開催する方を増やしていきたいと思いますので、なんか分からないまた皆さん機会があったらぜひ参加よろしくお願いします。では S リンク以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様です。また後ほどお越しください。バッチリ。